シグエンの凍結が簡単にやられるなんて、どうしよう。さすが指揮隊長、凍結一体では話にならないか。だが市長が怖いのはここからだ。いやん、アラン、ちゃんと見ておけ、絶対にだ。シグエンが市長を使う意味は指示出る。だけどこんなところで命をかけるわけでもあるまいし。でも本当あれだけの力が使えるなら普段から使ったらいいのに、もったいないわよね。イアンは知らなかったな。イアン、聞け。どうしたの、ビリアン。シグエンはここで死ぬ、間違いなくだ。は？死ぬ、そこまでは？そこまで、お前はシグエンの何を知ってそこまでと言った。あいつの覚悟は本物だ。生まれてからずっと今に至るまでの嘆き。あいつは最近はそれすらもできなくなっていたからな。ゴボ、ゴボ、ゴボ。シグエン、バカ野郎。ただでさえ弱ってんのに、一回戦で。必要だったんですよ、二回戦、指揮隊長と戦うのなら。ね。だから少しでも若作りしましたし、指揮隊長と戦い、勝敗関係なく、この苦しみを民衆に伝わり、少しでも私たちのようなものが報われれば。命を粗末にしてまですることなのか、シグエン。粗末？何が粗末だ。私は限られた時間で同族のために好みでできることをしているんだ。あなたたちみたいに当たり前のように普通に生きれば80歳、90歳と生きれる人にはわからないでしょうね。こっちは生きたくても生きれないんだ。このままこの年で血へと吐きながら役目を終えて一人病室で死ねってか。それこそ俺は何のために生きたんだ。ただ市長に蝕まれて死ぬ餌じゃないかよ。だが、指揮隊長と戦って、それでお前の目的は果たせるのか。お前の命を使ってでもやる価値はあるのかよ。知ってくれればいいさ、変わってくれなんて言わない。最後に、どこかで、俺が喋る時間があれば。それでいい。指揮隊長なら世界の視聴率も高いだろうさ。それに詩人まで出せれば御の字。平和を守るのは詩人のような守り神だけじゃないってことをそのまま知らしめてやる。もっと世間は知るべきなんだ。もっと。シグエンは衰弱していた。そして寿命とともに病にも侵され、どちらにせよ来年の大会になると出場自体が危うい、そんな状態なんだ。相手が死んでも大丈夫となった今大会のシステムで、今回初の世界中継、シグエンからすれば人生最後の宣伝する場であいつがまともに戦える、最後のチャンスなんだ。見届けよう、シグエンの最後の勇姿を、覚悟を、俺たちはあいつの思いを継がなければならないんだからな。なんで、言わないのよ。確かに体が弱いのは知ってたわよ。年がら年中顔色悪いなって思う程度だったけど。私が入隊して4年。シグエンが病気だったことなんて知らない。私はただ負担になるからって休憩を預かっていただけで。アランは、知ってたの。知ってはいた。視聴を使うのは寿命を使うことだと。だけどそこまで悪化してるなんて。あいにく俺たちは視聴の使い方を知らない。だから持っていても最初に使わなければ寿命は奪われない。ただシグエンから視聴を外し、寿命を伸ばすことができる。その程度だった。それでもあれから5年、そして今、それでも限界を迎えた。そこに至るまで力を使いすぎてたんだ。いや、なら見届けてあげる。だけど終わったら知らない。死ぬ前に一発ぶん殴ってやる。ずっと一緒にやってきた仲間に黙って死ぬなんて許せるかってのよ。強いな、イアンは。アラン、お前は背負うんだ。あいつがついてきたもの、気づいてきたもの、そしてそれでも堂々と立ち、俺たちの前に立て、そして道を記さなければならない。絶対に目を離すな、先代の隊長が残す最後の隊長である見本だ。ああ、わかった。ビリアンが育てた隊長、そしてそこから継いだ俺、その意味を今まで一度も忘れたことはない。敵の高い破壊力と素早さでも歯が立たない。一体どれだけのことをして、そんな力を、経験さ、それに勝るものはない。才能やら能力はその次だ。指揮隊長が経験というとなんかしっくりこないな。そうか、あいつは努力で成り上がった男だぞ。俺はそう思っている。何せあいつは俺と同期だがその時の選抜順位は3位ギリギリで入り、俺とあいつの妻の霊下に手も足も出なかった。いわば雑魚だった。それをあいつは経験と知恵、そして努力を積み重ね、多くの覚悟を乗り越えたからこそ、あの強さなんだ。意外ですね、僕はてっきり才能のまま上り詰めたと。私も凡人だったけど、指揮隊長からの教えで今がある。そしていつも指揮隊長は言ってたわ。経験と努力は裏切らない。互角の相手が現れた時、最後の決め手になるのは積み重ねてきたものの重さだ。私はずっとそうやって教わってきたわ。霊下姉さんの代わりに。今回でどうにかなるか、無理だ。小手先でどうにかなるものでもない。なら東国、力がダメだったのに通用するのか？いや、何が突破口になるかわからないんだ。決めつける暇があるなら試せ。出なければ勝負にすらならないのだから。ご剣、混沌傀儡。懐かしいな。お前はこれで切った敵を混乱させ、傀儡として操っていたな。覚えてたんですね。あの時のお前は生意気だったからな。目にはついていたさ。大
ただにそれから言いたかったんだが、この剣の持ち方は折りやすいからやめた方がいいぞ。一時期は同じ隊長だったのに、ここまで差があるものなのか。指揮隊長、強すぎる。シグエンだって元隊長なのに、結果、市長の影響で弱体化したから。それでも差が大きすぎる。指揮隊長本気であっても全力じゃない。現に全然攻撃能力を使わない。凍結の時は飲まれる前に速度で壊し、吸気はオーラだけで対応し、混沌は剣を打ってカウンター。確かに見ていられないな。頭骨は力特化、でも多分吸気の速度で当たらない以上、頭骨で攻撃力を上げても無意味。積んでるじゃない、そんなのって。まだ積んでいないさ。あくまでこれは指揮隊長に何が効くか試してるだけ。まだ指揮同時使用とかやっていない。ああ、だが使ったら最後だ。もう命尽きる。カウントダウンが一気に動く。時間がないんだ、あいつには。本当の意味で命を懸けた最後の技ってことか。頭骨はもういい。とりあえず、大体の力量と対応は見た。もう十分だろう。ありがとうございました。何？今の嫌な感じ。どうしたの？いきなり止まって。何かね、この試合見てるとすごく不安になるの。不安？ソフィアはあの人と何か関係があるの？うん、2年間たくさん面倒を見てくれた。この星の言葉や常識をずっと教えてくれた。なら行きなよ、多分後悔するよ。エニッチは何かわかるの？いや、でもその直感って本能で反応するものだから、勘違いでもいいから動かないときっと後悔するかもって。まあ、私は直感で動いて後悔してるんだけどね。ごめん、ちょっと用事あるから。うん、何もなかったらそのまま遊ぼう。恩人と聞いて、言えるわけないよ。あの人もうすぐ寿命で死ぬよ。なんで？寿命死は蘇生は不可能。見たとルイデンでも寿命死の蘇生は不可能。何も言わない？希望を持たせないのか、一番いいんだよ。もう頃合いだろう。ここで喋らせないと。シグエン、少し待て。おい？もう、体が溶け出しましたね。魂も肉体も原型を維持できなくなるほど、市長は器を食らいつつ、この世に塵一つ残さずにね。指揮隊長、先に決着つけましょう。もう何も気にならない。失うものがこれ以上なくなりましたからね。消えた？市長、市長外落の魔性。前。体育館であれだけのものを。尋常じゃないほど払い。そのまま食らえ、凍結。市長全部。すべてまだのとここまで厄介なのか。キリン、障壁。なんだ、俺はこれだけの害悪を抑えてきたんだ。目にやつつけろ。混沌で障壁を壊し、凍結で迎え撃て。キリン、どうぞ使え。凍結。このまま一体と共に砕けすれ。複雑ですね。崩壊しているから助かったと思うと。崩壊しているからじゃない、俺がそうしなかった。お前をあれで倒してしまえば消える。俺は約束は守る男だ。シグエン。お前の意地、使命、覚悟、最後まで示せ。お前の生き様俺に、世界に、最後まで見せつけろ。最後までかっこいいな、指揮統や、最後があなたでよかった。きっと他の人ではここまで本気で向き合ってくれなかった。外国に、最大限の破壊力を、この3つ果ててもいい。最後に市長全部を俺に差し出せ。市長、上限の号。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみに。